はい、イタリアンバイク研究所トシと申します。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。最近このハイパーモタードなかなか乗れてなくて、その理由はね、うちの会社で、コロナの陽性になった方が2人ほど出ましてね、その加減で、まあ、会社のシフトの都合をほとんど休むことができなくて、体がヘトヘトでして、バイクに乗る気力がねちょっと薄れてたというのもあってですね、今日久しぶりに乗って出てきました。でちょうどこのハイパーモタードね手に入れて3ヶ月経ちました。あっという間でしたけども、3ヶ月乗ってみた感想ということでちょっとお話しながらね行きたいと思います。では早速行ってみましょう。はい、3ヶ月で走った距離が2500キロ弱ということで、まあまあいいペースで乗れてると思います。最近でこそねちょっと落ちてますけども、で前回のね告知動画でお話した通り、秋にね長野県まで走りに行きますので、もうちょっとね自分のものにしてからね行けたらいいなと思ってます。タイヤの方もねちょっと残ってますけども、まあもうちょっとしたら仕返る予定です。じゃあとりあえずね走っていきたいと思います。よいしょ。850mm のシートということで、足つきはねちょっとカメラには映ってないかもしれませんが、両足の母子球がギリつくぐらいということで、足元が砂やったらねちょっと要注意ですけども、基本的にはね足つきは大丈夫です。では走っていきたいと思います。でこの3ヶ月ね何度かモタードに特化したお話とかもやってきたんですけども、周りでもねヒューズさんがハイパーモタード 950RVE を購入したりということで、割とね周りに乗ってる人がちょっと増えてきたかなというところで嬉しく思ってます。で、もう何度も何度もお話してますけども、このハイパーモタードのいいところは、一つ挙げるとしたらオールマイティなところですね。これは乗り始めたヒューズさんも全く同意してくださいました。で、僕個人的にはね非常にオールマイティでありながらドカティらしさがしっかり残ってる部分っていうのが、まあ、さらに好きなところなんですね。ドカティらしさというと、まず一番はやっぱりこのエンジンですね。このバイクに関しては空冷の L 型ツインのエンジンで、なおかつ1気筒につきプラグが2本刺さってる DS エンジンというエンジンでございます。で、僕の周りの友達にはねこの DS エンジン愛好家っていうのがね何人もいらっしゃって、ハイパーモタード 1100S これ DS エンジンですけども、それ以外にモンスターの S2R1000 とかね、あとポールスマート 1000LE とかムルティストラーダ 1100S かな 1000S か、そのあたりに乗ってる方が仲間内に増えてきました。でその方たちと言ってるのは、このグループ内でね DS エンジンを、搭載してるで車種揃えてねコンプリートしたいなというお話も出ております。であと残ってるのは何かというと、スポーツクラシックシリーズの GT1000 とかね、あとはスポーツ 1000S スポルトかな 1000S、 それで一応コンプリートなのかな。スーパーバイクシリーズの方にもあったかもしれないんですけど、僕ちょっと詳しくないんで、まあ、SS タイプにもひょっとしたらあるかもしれませんけども、ぜひねそのグループ内でねDS エンジンコンプリートを目指していきましょうという話になってます。だからねこの動画見ていただいた方で、我こそはすでにねさっき出した、車種かぶ、ってても構いません。 DS エンジン愛好家の方はですねぜひご一報いただけてですね DS 仲間ということでね LINE グループとかでね盛り上がれたらというふうに思っておりますというところで、ちょっと横道それましたけども、まあ、エンジンが非常に特徴ある上にこのボディのね形はモタードタイプということで、当然オフロードっぽい形をしてるけどもオンロードタイヤを履かせてるというのがこのモタードなんですけども、フロントサスペンションの可動域も結構大きいというのがこのハイパーモタードの特徴なんですけども、まあその辺りも相まって路面のこのガタガタをねストローク幅でしっかりで吸収してくれてる感もありますし、それでいてね剛性感も高いので、この丸ドッキのねフロントフォークものすごい乗りやすいですよ。乗りやすいというか扱いやすい。で当然ねポジション的にはもう言うことなし、アップライトなポジションでねこういう、まあ、道を走ってても景色をねこう、見ながらね走ることができる、
そして峠とかでもね、そこそこ攻めることができる、まあ、言うことなしってもうこのことなんですね。そうであるだろうなと想像しながら購入したんですけども、まあ実際は自分が予想してた以上にね、乗りやすいし剛性感もあるし、かなりのね、こいつやり手ですね。本当に一切嫌なところがないっていうのが、まあ、3ヶ月乗ってみた感想です。で、唯一ですね思ったのが、この3ヶ月の間にドカティのオートシフター付きのバイクね、2回ほど乗らせてもらう機会があったんですね。で、オートシフターだけはひょっとしたらあればね、さらに面白くなるんちゃうかな、このバイクがっていう風にちょっと思ってはいます。オートシフターというのはね、この間走りに行った時に、コーナーに入る前にギアの選択を間違ってて、慌てて1個落としたところギア抜けしましてね、空走しながらコーナーに入ってしまうということが一度ありました。一瞬ヒヤッとしたんですけども、直線のうちにね、あの減速することができたので、まあ、事なきを得たんですが、あのヒヤッと感がなくなる、要はギア抜けみたいなことはオートシフターだとないと思うので、そういったね、安全に走らせれるという意味合いでもね、何かの時に役立つんちゃうかなと思いました。というところで、まあ、3ヶ月経って満足度は非常に高いというのが、結論なんですが、これはね、新型のハイパーモタードに乗っても、あ、新型に乗り換えたいなっていうことはなくて、新型は新型の良さがあるけども、この初代のね 1100S、 やっぱりこれええなって改めてね思えるレベルですね。このバイクはもう本当にね、興味のある方はね、一度本当乗ってみていただきたい。乗っていただくと分かっていただけるような良さがたくさんあると思います。もうね、大好き。はい。で、ちょっと余談になりますけども、今後のね、僕のカスタム予定、いくつかあるんで、それをお話ししてみようかな。一つはですね、サイレンサーを交換しようと思ってます。これ全て一応目標は年内ね。で、やはりね、サイレンサーをね、テルミオに、に変えてですね、クラッチも、スリッパークラッチに変えて、クラッチカバーをオープンにすると、このサイレンサーとクラッチの、カスタムに関しては同時にやりたいというふうに思ってますので、しっかりお金貯めなあかんなと思ってます。少し先にね、タイヤを交換することは決まっております。以上ですそれだけやんけということですけども、もうそれ以外何にも不満がないというのが現状です。サイレンサーとクラッチと、タイヤでね、一応ね、最近いろいろね、ヤフオクで見てたらね、このシュラウドのとこにつけるグラフィックステッカーみたいなのが売ってるんですね。それをつけることで、ヒューズさんが乗ってる 950RVE のような、ここにダーンとハイパーって書いてね、デカール売ってるんで、ちょっと新型の RVE に寄せていけるかなっていうのもあって、ちょっと密かにそれ狙ってますということで、着せ替えを楽しめるかなというふうに思ってます。はい。ということで、ハイパーモタード 1100S、 視聴者さんの中でもね、何人かコメントいただいて、俺も乗ってますっていう方ね、何人かいらっしゃるんですけども、これからますますですね、このハイパーモタードに関する情報をね、発信していこうと思ってますんで、バイク自体はね、もう十数年前のバイクになりますけども、全く色褪せてないですね、僕の中では。うん、まだまだ楽しめるやろなこいつは、というふうに思っております。ですので、これからもね、ドカティファンとかね、ハイパーモタードファンの方はですね、どしどしコメントいただいてね、一緒にこのドカティハイパーモタードを盛り上げていけたらと思ってます。ということで、今日の動画はこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。